株式会社ジッペア東京は日本の格安航空会社。日本航空の完全子会社。既存の LCC は国内線やアジア便など中近距離の国際線を中心としていたが、2018年5月14日、日本航空が新たに国際線中長距離格安航空会社の設立を発表し、7月31日に準備会社として、 株式会社 TBL が設立された。社名は 2B ローンチドに由来する。2018年10月9日、運行乗務員の募集を開始した。2019年3月8日、ブランド名、社名変更を公表。国土交通省に航空運送事業許可申請をした。新社名はジペア東京となった。2019年4月11日、 今後の事業計画を遂行する上で必要な資金の調達として日本航空を引き受け先とする増資を実施資本金と資本準備金それぞれ4億9000万円ずつからそれぞれ25億円に増資同日機体デザインと制服を発表2019年7月5日国土交通省より航空運送事業の許可を取得したまたこの前後より ボーイング787を用いて、関西国際空港や中部国際空港、スワンナプーム国際空港などへの乗務員訓練のための完熟飛行が行われた。なお2021年2月現在、日本の航空会社としては、最後発となる。2020年夏に、アジア、ヨーロッパ、アメリカ方面への就航を目指し、2020年5月14日より、 バンコク線に就航予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大により延期された。バンコク2020年6月3日より貨物専用便としてバンコク線に就航した。同年10月28日、旅客便の運航を開始。ソウル2020年7月1日より、成田ソウル間就航予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大防止により延期され、 バンコク船と同様に2020年9月12日より貨物専用便として就航することになった。その後、韓国側の貿易体制の準備が整ったことから、2020年10月16日に週に往復で初の旅客便の運航を開始した。ホノルル2020年12月19日より成田ホノルルに就航した。日本の LCC として初めて ETAPs を取得し、 道路線への就航となった。2021年1月31日のホノルル発、成田行き以降、新型コロナウイルスの感染拡大により運休したが、2021年7月より再開する。新規就航検討2021年9月を目途に、貨物収入が見込める中華民国の台北へなど、アジア2カ国への就航を検討。さらに年に向けては、 太平洋やアメリカなど新たな就航を検討していることが明らかになっている。B787 から8機材はボーイング787から8で日本航空が初期に導入した機体を移管して使用している。また同社は日本の LCC としては唯一ワイドボディ機を保有している。3号機以降は年度ごとに2機ずつ増機し2024年度には 最大10機体制を目指す計画で、4号機までは日本航空から転席リース運用することが決まっており、5号機と6号機については日本航空の新中期経営計画で、新造機導入か日本航空機の転席運用かを決める見込み、すべて成田国際空港発着の国際線。座席クラスは2つ用意されている。 6歳以下の乗客向けにロクサービスが用意されている。ロクスタンダード運賃で予約が可能で、隣同士の座席を無料で用意する。また2歳未満の乗客にもベビーセーフティー、シートと共に用意する。機内で荷物は 7kg まで無料で、持ち込み可能。追加の機内預かり手荷物の重さは1個あたり 14kg、23kg、32kg で、 サイズにより料金が異なる。ウェブサイトで購入できるが、コンタクトセンター、または空港カウンターで購入の場合は手数料がかかる。すべて有料で提供される。座席予約時に、ウェブサイトでカレーライスやペンネ、カツサンドや牛丼、うな丼など,などや子供用機内食、菓子類、飲み物などの機内食を登場の十四時間前から十六時間前までに、 予約できる。ホノルル線は、ガーリックシュリンプや、ハワイアンロール、ロコモコ丼などのスペシャルメニューの選択も可能である。すべてのメニューにミネラルウォーターが付く。当日機内でも、無料 Wi-Fi からウェブサイト経由で、軽食や菓子類、離乳食や飲み物、温かい飲み物やアルコール類など、メニューは限られるが、購入は可能である。なお、 他の LCC 同様食べ物の機内への持ち込みは不可である。無料の Wi-Fi が全クラスの乗客に提供されている。フルサービスの航空会社でも国際線のエコノミークラスでは有料でサービスする航空会社が多い中、中距離国際線のエコノミークラスで Wi-Fi を無料で提供するのは国内の航空会社で初である。なお両クラスとも個人用テレビはないが、 Wi-Fi で機内で無料で流されている映画などの独自のコンテンツが携帯電話やタブレットで視聴できる。ブランケットやネックピロー、ボーイング787のモデルプレーンなどが機内販売されている。無料 Wi-Fi でウェブサイト経由で購入し、機内で客室乗務員から届けられるシステムとなっている。成田国際空港ではバンコク便とホノルル便に登場の際、 全クラスで優勝で、空港ラウンジ、成田トラベルラウンジが使用できる。なおアルコール類かデザートを一品無料で、オーダーできる。ポイント会員サービス、ジペア、ポイントクラブがある。ジペア、ポイントクラブに登録した JAL が運営している、JAL マイレージバンク会員は、JAL マイルを1マイルイコール最大1.5ポイントの割合で、ジペアポイントに交換可能、1ポイント1円分として、 ジペアのチケット購入や手荷物追加、座席指定などの付帯サービス購入時利用可能。有料会員制度、ジペア、ポイントクラブプラスは、ジペア、ポイントクラブサービスに加え受託手荷物料金30%割引となる。成田空港では、第2ターミナルを使用する日本航空とは異なり、第1ターミナル北ウィングを使用している。 日本航空とそのグループ会社を含む国内外の航空会社の客室乗務員経験者のほか、空港地上職員や看護師、企業経験者など幅広い業種の経験者を採用している。また新卒者の採用も行っている。ありがとうございます。